皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が高額コースを 100% 制約するために必要なたった一つの大切なことについてお伝えしていきたいと思います。今日は集客の話ではなく、制約の方のお話になります。で、制約っていうのは、まあ、営業ベースの考え方で言うと、まあ、クロージングっていう言葉、マーケティング用語でもありますし、まあ、契約をいただくということになります。で、これは、今日はね、ちょっとキャッチーな感じになるので、高額っていう言葉を入れさせていただいたんですけれども、当然、単発レッスンの3000円とか、レベルよりはコースレッスンでじゃあ5000円を6回で3万円っていう方が制約のハードルは若干上がりますけれども、さらにそれがもっとこうプロ向きの講座を作りたいとか、例えばそれによってお金を稼ぐような人たちのために講座を作るとかいうと、まあ普通に20万30万50万70万100万も作れなくはないですけれども、まあまあまあ教室の先生レベルだと50、70ぐらいまでかな、作るとすると、はい、100は作れなくないです。作れなくないけど、すごくみっちりちゃんと見ていかないといけないので、なかなかにしんどいとこも多いから、まあ高額コース20万以上ぐらいですね、それぐらいものを販売したいっていう場合には、通常の自分で先生が普通に思ってるレベルよりもある特定のスキルが必要になってくるんです。で、その特定のスキルっていうのことについて今日お伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあね、本題に入るんですけれども、まずその特定のスキルっていうところは今一体何なのかっていうとですね、まあズバリ一言で言うと、聞く力ですね。で、聞く力イコール、お客様の本音を引き出す力、まあ、質問力とほぼ同等なんですけれども、これがないとなかなか高額講座は決まっていかないです。はい、ですので、いわゆるランディングページと呼ばれる集客用のページとか、講座の案内をする、まあ、素敵なページを作るっていうところでまず集客を頑張るんですよ。だけれども、そのものを読んだだけで一応申し込みがされるように、私の場合とかは添削をしたりとかページをすごく作り込んでいくんですけれども、それでも例えば体験会を設けたりとか、内容についての質問相談会っていうのを設けたりとかする場合には、オンラインであろうとオフライン対面であろうと、その人と1対1で仮に喋るような機会があるとするじゃないですか。で、その時に決まるタイプの人と決まらないタイプの人の一番大きな分かれ目は聞く力です。質問力、で、その聞く力っていうのはただオウム返しにその人の内容状態を聞くっていうことじゃなくって、その人が本質的に求めていることは何なのかっていうことを聞くことができて、かつその答えを伝えることができる能力になります。で、これは定額よりも高額の方がそのスキルがないと決まっていかないんですね。だから教室の先生はそういうシーンがなく大体生活をしてきてます。だから決まりにくい人がまあまあ多いですね。なので、私よくクライアントさんとロールプレイングするんですよ。高額講座を初めて作って、体験会これからありますみたいな時にね。で、その時にいろいろ私がアドバイスをして、要は本人に足りない、きっとそこはこういうふうにした方がいいよねっていうことが何個かあったんで、まあ、そちらの方を具体例でね、ちょっとお伝えしようかなというふうに思っています。なので、まず一番大きな大事なことは聞く力と質問力だっていうことはまず押さえた上での、何をポイントに聞いていくのかっていうお話ですね。これ先日あったクライアントさんとの例なんですけど、体験会7人入りましたと。で、4人の方は、まあ、今までの生徒さんで、新しい講座を作ったということで、
行きたいです、入りたいですという状態での面談なんですよ。で、ここに関してはですね、基本、人間関係がまずできてます。で、先生のことを知っていて、今までも講座をすでに習っていて、内容も分かってて行きたいですっていう上での面談なんですね。で、これは逆に決まらない方がおかしいです、逆に言うと。だから既存の生徒さんが内容を見て先生のことも分かってて行きたいですって言って、一応質問会みたいな形で面談をするって言ったら、ほぼこれ決まらないとおかしいです。決まらなかったらおかしいっていうのが、まずその信頼関係ができてるかできてないかっていうのがまずポイント1ですね。で、次にその新規の人、自分があまりよく分からない人3人いるっていう話を聞いて、1人ずつ攻略方法というか、どういうふうに対応していったらいいのかっていうのをお伝えしたんですけれども、ここで勘違いをしてもらったら困るのが、攻略方法っていうのは相手に無理やり商品を売りつけることではないんですよ。攻略方法っていうのはあくまでも相手の方の持っている欲しい未来、叶えたい望みと自分の商品がマッチングするのかどうなのかを探ってあげて、マッチングするなと思ったら紹介進めてあげるっていうだけのことなんで、話を聞いた上でマッチングしないなと思ったら、断ってもらうような方向に話を持っていく時もあります。でないとお互いに不幸になっちゃうから。で、ここが私が営業で学んできた部分とか、私の営業のポリシーなんですよ。営業で数字、成績は出ます。営業で数字をね、上げるっていうのは。で、私が基本やっていたのは、そのお客様のためにならないなっていう商品は売らない。自社の商品であってもです。自分の営業成績がその月に足りなくても売らない、っていうことをしてました。結果的に感謝されますけれどもね。会社への報告的には普通に決まらなかったっていうことで伝えるんですけれども、無理やり売りつけるっていうことはしていなかったので、時期がずれた後とかにまたお願いされたりとかいう、いい関係を続けて終わることっていうのが結構営業って大事で、出会った方が「はい買わなかった、はいさよなら」ではなくて、買わなかったとしてもいい印象を残したり、知恵になるアイデア、助けになるアイデアを与えた状態でさよならができてると、次にまたご縁がある場合があります。だから基本的なポリシーを売りつけないっていうポリシーなので、傾聴ですね、聞くことにすごく時間を割きます。その人は口ではこう言ってるけど、本当は何が欲しいんだっていうことを考えたりとか、障害だって言ってることをどうやったら取り除いてあげることができるのかというアイディアとかでですね、お伝えしていることが多いんです。だからいかにも制約の、コツとかっていうと、どうやってその勢いでね、その人をこう心情的に追い詰めて、じゃないですけど、逃さないようにして買わせるかみたいな営業テクニックもあるんですけど、私はそれはお互いにとって不幸だなと思ってるんで、それはあんまりお勧めしないです。で、高額講座をご購入をためらう方っていうのは、何に対して一番ためらうかっていうのは、まず一番最初に出てくるのは当たり前ですけど、お金になります。例えば30万円の講座だったとして、その30万円を一気に用意できる人、貯金があって崩してもいいやって思うタイプの人はポンって出せるかもしれません。そうすると、その金額とやりたいこととのそのバランスがまだ狂ってる状態のところで、行きたいけどお金がないっていうのはまだ価値が上回ってないっていうことになるので、この時に考えられるのは、まず一つ目としては、その一気に払うお金っていう負担を減らしてあげるっていうことで、分割払いみたいな払い方ですよね。単純に例えば30万を10回払いとかにしてあげることができるんだったら、月3万になりますから、月3万だったらお小遣いの範囲でなんとかできるっていうふうになってくれれば、その一気に払うっていうお金のに対する負担を減らしてあげるっていう提案をするから、分割払いを提案するっていうことがまず一つ目になりますよね。
で、もう一つは、そのカスタマイズができる講座なのかどうなのかっていうことにはなるんですけれども、もしもカスタマイズできるようなタイプの内容であれば、本人が一番習いたい格のところだけ残した状態で、残りの部分は捨ててもらって金額を安くすることで変化対応で受け入れられるかどうかです。これ全部やっちゃうと結構皆さんのカスタマイズが多すぎて大変になっちゃうので、その方がどうしてもっていうことで金額的なねところをこちらの方で考慮できる余地があれば、それでやっていただくっていうことにするっていうことですよね。それ2つ目です。で、3つ目はその高額の講座には気になるんだけれども、今はまだお金がない、だけど来たいって言ってる人に、その予備軍的なところでいられる、もうちょっと安い、継続的に習えるようなプランを作っておいてです、先に。で、そちらをおすすめして、ちょっとグレードダウンしてるけど、いつかそこに行けるような状態で習えるようなところをご案内するとか。それか今回はご縁がないということで、今はじゃあ難しいですねということで諦めていただくか。だいたい3つか4つぐらい選択肢、作ることできますよね。で、この時のね、ポイントは選択肢を与えてあげるというこちら側の、対応能力ですね。それを見せてあげるっていうことが、結構大事になります。で、選んでもらいます。自分はこれとこれとこれとこれがあるけれども、どうしますかって言って選んでもらうんですよね。で、本人が例えば妥協してほしいところをね、例えば言ってきた時に、じゃあさっきの3万円もつらいんですって言って、できたら月1万5000円ぐらいになってて、先生的にはキャッシュ入ってくるの伸びちゃうんでどうかっていうのはあるんですけど、そうすると20回払いとか24回払いってことになりますよね、2年間ね。で、それで自分が受けてもいいよと思うんだったら、そこを譲歩すればいいし、その相手の人がさらにっていうことを言ってきた時に、できるかできないか、いやもう10回までですとか6回までです、ダメですっていう場合には、当然そこで話は終わるっていうことになるんですよね。だから選ぶのはお客様だっていうことで最後投げて終わりです。そしてこうしたいって言って、答えられるとこは詰める、答えられないところで無理と思ったらそこで終わり。で、その安い方のコースに行くっていうことで OK ならもちろん OK だし、それすらも無理っていうんだったら、例えばメルマガ会員とか、なんか LINE の会員かなんかにいてもらって、またチャンスを狙ってね、来てもらうとかっていうことで、それ自体の契約はできなくても何かしらでつながる終わり方みたいな形でやるとですね、円満に解決できるケースがあります。あとよくあるのは、主婦の方だと旦那さんの許可が取れないと申し込みができないというタイプの方いらっしゃいますね。で、そういうケースにおいては、結局旦那さんの説得ポイントを聞いてあげて、一緒に解決策考えないといけないことになります。旦那さんが本質的に何をこだわってるかということですね。本当にお金のことにこだわっているっていうことは、そのお金の価値を旦那さんに感じさせるように、自分がそれを習うとこういうことができるようになるから、だから家にもあなたにもいいことがあるよっていうことで説得をしなくてはいけないですよね。家のお金が単純に減るっていうことだけを、もしも気にしている旦那さんだったとしたら、当然事業計画を伝えなくてはいけないです。お仕事的なものだったりしたら、30万今は投資するんだけれども、その後習った後、教室の生徒さんこれぐらいの人数を、これぐらいの月にはこれぐらい入れて、次の月にはこれぐらい入れて、だから6ヶ月ぐらいで回収できる目処をつけますとか言ってくれれば、男の人って数字とかそういうのは理解できるので、はそこで納得する場合もあるし、違う部分で反対しているケースもあります。お金じゃなくて家族の時間、主婦としているっていうことが当たり前だったところの、家の家事がおろそかになるのが嫌だ、子供の世話がおろそかになるのが嫌だという亭主関白型の旦那さんだったとしたら、そこはそうはなりませんっていうことをちゃんと伝えた上で、自分はこの時間の中で頑張ってやっていきますよっていうことをきちんと伝えることができるかどうかっていうことですね。それによって説得をするっていう、そのアイデアも伝えてあげなくちゃいけない場合とかがあります。お金に関することとかね。
あとはご本人の時間の話とかですね、時間がない、時間がないっていうことで難しそうっていう方は無理に入れない方がいいですね。ある程度何か高額のものとかちょっと頑張ってやっていこうっていう場合には、何かしらやっぱり本人にとってのゴール、成果、それかお仕事に生かしたいとか、まあ、趣味のものだったとしても、ある程度こう仕上げたいっていうものがあった時には、時間がないって言ってる人は一生時間がないので、まずね、やらないですよ。やらないと結局不消化で終わるとどうなるかっていうと、高い値段払ったのに何にもできなかったっていう記憶だけが残るんですね、残念なことに。で、本人がやらなかったからそうなんなかっただけなのに、下手なことをすると逆恨みみたいなことになって、あの先生は教え方が下手だとかね、私に分かるように言ってくれなかったとか言っちゃうタイプの人が、時間がないくってどうしようっていうタイプの人に割と多いです。だからそういう人は自分の中で時間が作れる、よし、時間を作ってでもやりたいというところまで準備できてから受け入れるとかがいいので、そういう人は無理に入れない、とかね。だからそういうお客様の事情とか本心本意はどこにあるのかで、例えばその高額のプランをね、ただ習ってっていうので OK な方もいらっしゃるんですけど、大抵ビジネスに生かしたい方が多いんですよ。そうするとビジネスに生かす時には、まあ、どういう生かし方があるのか、その人の夢をどうやって一緒に叶えてあげられるのかっていうことを伝えていくっていう、そこが多分必要になってきます。これができない先生というのはどういうことをしちゃうかっていうと、ウェブサイトに書いてあるような、このコースはこういうコースでこういう講座になっていてとかって言って、何々さんには絶対おすすめみたいな感じの言い方しちゃうと、その課題として困っちゃってる、障害になっちゃってることがあるのに、そこを解決してくれないのに、おすすめおすすめとか言われちゃうから、どうなのとかって思って決まらないっていうケースですね。だからお客様に対して何がネックになってるかっていうことすらわからないっていうタイプの方いらっしゃるので、傾聴のスキルと、あと質問力ですね、これが下手な人は高額講座がなかなか決まっていかないです。なぜなら自分のレッスンがどんなに素晴らしいかっていうことばっかり語っちゃって、その人が本当は何のために習いたいと思ってるかっていうことにあまり興味を持たないで話を進めていってしまうので、この先生なんか私のやりたいことを理解してくれてないなって言って、結果去っていっちゃうっていうことになりかねないので、ですから大前提として、その人が一体何を望んでそのクラスに来たいと思ってるのか、これを聞き出すこと、上手なね、質問力で。これがね、結構ね、大事になってくると思います。なので、まあね、と コンサルジェルさんとか私と練習すればロールプレイングとかができるんで、そこでお話とかできるんですけれども、ビデオね、見ているような方、まあ、こちらをね、ご覧になっている方っていうのは、まあ、そのポイントをちょっと考えて、実地で頑張っていってみるしかないんですけど、その方が本当に悩んでることは何なんだっていうのを聞き出すっていうことを上手にできるようになると、どんなお仕事でも生きていきますのでね、人間関係をうまくする上でもいいですし、家族関係っていう意味でも非常に役立つスキルなので、是非上手に使ってっていただければなっていうふうに思います。はい、それでは最後まとめですね。教室の先生が高額コースを100%制約するために必要なたった一つの大切なこととは、傾聴のスキル、質問力になります。相手の方が一体何を望み、そして、それを叶えるために自分の講座がどういうふうに役に立つのかということを伝えるだけで大丈夫です。選ぶのはご本人なので。その手順を踏んでやっていただくと、かなり制約率は高くなっていくと思いますので、ぜひトライしてみてください。それでは。